おはようございます。おはようございます。やっとね、開けました。開けましたよ。開けましておめでとうございます。ありがとうございます。でキャンプ場にやってまいりました。はい、天気も良くてね、最高だね。で実はこの撮影の時に、撮影の前に、イプシロンが上がる予定で、待ってたんですよね、でやっぱりトラブルがあって、中止ということで、ね、そんなこともありますよね、頑張ってください。はい、楽しみにしています。じゃあそれでは、今日はほらテントの紹介ということで、やっていきましょうか。はい、はい、今日も荷物がパンパンだけど、こんな感じの品物になります。今回は、ソロホームステッド TC、ポリコットンテントですね、ワンチグリスさんのテントになります。といくらだっけ、3万6000円ぐらいでした。で、一応楽天で購入しました。はい、はい、いいですね。まあ、見た目スーパーシェルターとちょっと似てるね、というかまあほとんど一緒かな、意味的には。でも重さはあるね。重さはそこそこあるね、でこれ実はね、なんかナイロン製かなんかはあったの、昔から、でこれのポリコットンないかなって待ってたのよ、だから最近出てさ、まあ最近出てっていうか何ヶ月か前だよね、出て、で後から気づいて、あマジかと思って結構早めに買ってたんだけど、緊急事態出て、キャンプ行けなくて、まあ、ずっと眠ってたという。そう、家で撮る、ね、ってなったんだけど、やっぱり最初はちゃんとキャンプ場で撮りたいよねって。そうそうそう。で本日ね、この日をやっと、日の目を見ることになって、お披露目となりました。はい、じゃあ早速設営していきましょうか。はい、じゃあお願いします。いやお願いします、私全然わかんないよ。真ん中の辺がいいかもね。うん、タープの位置も考えて貼らないと。一応テントをもうこっち、こっちをこう長手方向に貼って、こっちが正面っていう感じで、初開封です。ちょっとか、じゃじゃーん、あ、ガイロープとか、あ、今回袋大きいね、収納袋が大きい、ガイロープとかペグ、ペグもちゃんとしたのになったね。で、ロープもほら、あ、ほんとだ、ちょっと太い、太めの、そこそこいいやつ、私が買ったようなやつじゃな、だから太めのね、3、4ミリぐらいのロープだからね。あ、で、これがあれだね、ポール、ポールは、ポールはこっちで、これは骨になるの。あ、横に4箇所、だから結構大きいわ、これは本当待ってました、私は。一応付属のペグで打ち込みますね。よしよ。でも動画結構上がってるんだけど、これの設営動画、あ、こっちじゃなくて、これ亀さんの形になるわけよ、六角形に、のこの2つのある方の外側っていうと、こっちの尖った方、ここにもあるよ、これの全部尖った方のこっち、これこっち、で、あっちもこっちの外側の方が2本あるやつを、止めていく。OK、 カメさんね、で、次ここ、
て、うん、で次はこれ、でこれをここに、で上下はないんだって、うん、これはあそこのこの穴かな、見るか、でこれもここ、大丈夫、ピグダウンする前に入れた方が良かったってやつけ、うん、微妙な角度で入らないんだよね、微妙な角度で入らない、あ、やっぱりそうだよね、うん、ペグダウンする前に入れないといけない、3本のと4本、うん、3本セットのと4本セットのがあるんだって、うん、こっちは4本セット、うん、これが中だ、これがあのテントの中の、うんうん、中の方がね、うん、中の方が、うん、中の方がじゃない、ああはいはい、あやっぱ結構大きいわ、ね、うん、ああ本当だね、中2人余裕で入るんだよって言ったけど入るね、入りそうな感じ、うん、おお、はいはい、あ広いね、いいやん、ああほこりが、あこれほらキャップ、何のキャップ、ここに、ええ嘘でしょ、そんなことがあんの、ほらかわいい、そんなおしゃれなことすんの、危なくないよね、おしゃれやね、かわいい、はい、何どれがいい、どれがいい、じゃあこれ、これで引っ張ってみるはい、もう当たり、うん、外れ、何もついてない、あじゃあはい、もう一本当たりあんのこれ、じゃないと、ね、お誰かもつぼっくり攻撃してるからよそのぐらい結構いい音出たよね、今ピンポイントで落ちたもうちょっとやっぱこっちの方向のは長い方がいいかもね、うん、手で地面が硬いとこは当たってていい、うん、ああでも本当あれだね、短いね、短いっていうか、うん、跳ね上げがもうちょっと長くないと、うん、今私がかがんだ状態でからのこんな感じですね、こんだけしかないから、椅子に座ったらもうちょっと頭がこのぐらいギリギリかなっていうとこかも、これこの、あのグランドシートはスーパーシェルターと同じサイズなんですけど、うん、すっぽり入ります、うん、中にすっぽり入るというかもう足りないよね、全然足りない足りないあグランドシートが、うん、そうグランドシートが、こっちこっちどんぐらいだったかな、長さはこの長さの正方形あれば全然足りない、ね、うん、いいよね、まあ、これが2つ分って感じでしょう、あそうだね、うん、この端の部分にも荷物が置けるからいいですね。わで今さあのこれ閉まってるじゃん、うん、でこれ自体結構いい発想だなと思ったわけ、うん、紐がついてて、うん、
で、まあ、どうなっているかっていうと、ここのほらこのメッシュとこっちの外のこのテントの間に紐が出てて、うん、もう先にこいつを通したとしてさ、うん、まあ、外だけ止めるなったらこうするじゃん、うん、けどこの中のメッシュを止めたいんだけど中はこれしかないわけ、うん、でどうするんだろうって一瞬迷ったんだけど、どうするかわかる？うん、わかる。これをちょっと緩めて、おお、こっちに。そう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 、よくわかったね。そう、これでほらダブルで、これは考えられてるね。すごいと思うな。すごいね。ここから煙突出せるんだよ。え、下に引くの？うん、あ、そうなんだ。ポリコットンのシートなんだけど、うん、これはポリコットン生地だから、うん、あのグランドシートは試した方がいいと思う。買った方がいいかも。あ、吸うよ、水分を。だし冬場とかだと多分濡れるかもね。あ、そうね、うん。すごい、これいいわ。あ、全然ゆっくりだね、うん、あ、これにコットでもコットのコットもん、ま、コットのんマット、うん、なんだっけ、コットじゃないマット、マットね、うん、ワックの、うん、あれで全然寝れる、うん、コットいらないぐらいだ、うん、コット入れてもいいしマットだけでもいいし。扇風機持ってくる？あ、幸せだこれ、やばい、癒され中です。私の今見てる景色を見てください。こんな天気がいいの。大きい過ぎることはない。これ下もスカートじゃないけど、うん、中から、ね、隙間風が入らない作りになってる。へえ。ていうか分かった、これさシート多分最初にさ置く前に、うん、グランドシートの正方形を引いて、うん、その上にこれを乗っければ、うん、まあ、より汚れにくくなるわ、うん、ね。で、四隅のポールを先に入れてからペグダウンする、うん、結構汚れちゃったね、うん、中が汚れた、うん。じゃあそれではですね、うん、あの設営の方終わったんですけど、どうですか？うん、広い、すごい広い印象を受けました。広いよね、うん、で設営にも時間そんなかかんないし、うん、そうね、もう広さがいい。あとこの跳ね上げがちょっとあの備え付けのポールだと少し跳ね上げが短いかなっていう印象、うん、だからまあ私たちはもう自分たちが持ってるポールを次から立てるかなっていう感じですかね。全体的に見ても結構よくできてるテントだと思うんですよね。まあ、でもこっちの横が全部ガイロープ頼りだから、うん、風の影響は受けやすいと思う。あ、でこっち の, あのペグに関しては、うん、付属のよりちょっと長い方がいいかなっていう感じですね、うんうん、まあ、僕はね、うん、で今ここ の, あのキャンプ場は砂地だから、うん、余計長い方がいいと思う。そうだね、うん、風が強いと抜けちゃうから。はい、ということでですね、うん、まあ、あのこのソロホームステッド TC ですね、うん、まあ、ポリコットンテントになるんですけど、うん、はい、前のスーパーシェルターもね結構あの冬場使いました。うん、使った、ね、うん、であのギリアはキノコで穴が開いちゃう素材なんだけど、うん、やっぱりポリコットンね、そういうの気にしないで結構ガシガシ使えちゃうから、うん、まあ、これもね今年の冬は活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。はい、で今後はまあスーパーシェルターよりこの、うん、あのソロホームステッドがまあメインになるんじゃないかなと思います、うんうん、ギリアよりもメインになると思う。そうね、
使うと思う、うん、2人キャンプの時は。家族で行く時はギリアの方がまだやっぱり空間が広いからあっちの方がいいんだろうけど、うん、ギリアはこれよりまだ1万円高かったんだよね。4万だいくらだったもんね。だったよね、うん、そうね、まあ、もうちょっと広さに余裕を持たせたい時はギリアで、うん、まあ、別にそれなりでいいかなって時はもうこれで全然こと足りる、うん、2人でね十分だね、うん、で1人で使う場合でも荷物全然入るし、うん、すごいおすすめですね。そうだね、うん、1人で、うん、だよね、荷物が入るっていうのはいいかも、うん、1人の時でもね、コットを入れてもだいぶ余裕あるんで、うん、まあ、サイズ感的なところは簡単にねざっくりと、まあ、さっき見てもらったと思うんですけど、まあ、次の動画でもですねデイキャンプを流すと思うんで、はい、まあ、そこら辺でまたサイズ感とかね見てもらえればと思います。はい、はい、それでは今回の動画が良かったらいいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Calling out your name as you shut the door behind